に皆さん集まってくださいっていう、まあ、一般の方にも呼びかけてるんですけど、じゃあもう時間もないんで、はい、じゃあこの後すぐ荷物を置いて、そうです、よし頑張ろう。声出せないと自分たちがスタジアムにいる意味がないと思ってたんで、来てても辛かったですよね、何もできないんで。声あってこそのサッカー観戦やと、自分だけじゃなくてサポーターみんなね、2年半声出せなくて、ね、歯がゆいようにしてきてると思うんで、そのパワーをね、 100% のパワーを選手たちが受け取って勝ってくれたら最高じゃないかな。バックスタンド全体で選手を後押しするんで、絶対勝てるように本気で応援する、精一杯頑張ってほしいと思います。最強の武器というその声が戻ってきたので、武器を手にした以上は自分らも最高のパフォーマンス見せないといけないかなと思ってますので、それに選手も反応してくれたらなと思います。スタジアムに、そのロンバルディアが響いたときに、おそらく泣くだろうねっていう。
んなで声出して応援できるところが楽しかったです。今までは手拍子と太鼓で戦ったけど、まあやっぱ声出した方がなんか選手と一緒に戦ってるなっていう頑張ってたと思います。練習の時に嬉しそうだった。嬉しそうだったこっち見てニコニコ。あ、本当？若い選手が多くて、初めてサポーターに応援してもらうっていうことがある選手もいて、やっぱりなんかプロになったなっていうのを実感してるのかなっていう選手もいて。なるほど。本当に楽しかったですね。マスクしながら応援してたんで、トレーニングしてるみたいな感じですごい疲れました。声を出して選手にエール届けたいんで、サポーターあってのサッカーだと思うので、声出し早く解禁されないかなと思ってます。最高にテンション盛り上がりました。声出せるようになっていい雰囲気で応援できたなと思います。迫力があって声出さない時よりも熱がすごかった。水戸負けんなって言ってずっと俺言ってたからいい声出てましたよ。今後も声出したい人手挙げて。はーい、水戸豊陵頑張れ。